どうも、グッサンです。2ヶ月ぐらい前に出したダブルドラゴン2の動画が今までで一番見てもらっている動画になりましたが、グッサンが小学生の時に兄とめちゃくちゃプレイしていたゲームです。2があるということは1があるということです。2はいっぱいやっているのに、1は一回もやったことがありません。メルカリで箱、説明書がないソフトだけのやつを買いました。当時、グッサンの周りには2はかなりの人が持っていましたが、1を持ってる人はいませんでした。今から初めてプレイするんですが、一応プレイ動画を何回か見てみました。敵を倒して経験値をもらって技を覚えていくって感じみたいです。ダブルドラゴン2の動画は約30年ぶりのプレイでしたが、一応クリアすることができました。今からやるダブルドラゴン1は先に行ってしまいますが、この日はクリアできませんでした。後日になりますが、クリアするまでの動画も出しまーす。
Thank you.
Thank you.
Thank you.